女優の真矢美紀さんがバレエダンサーの西島和弘さんと明治神宮で結婚式、満開の桜のもと幸せいっぱいの笑顔を見せてくれました。女優の真矢美紀さんとバレエダンサーの西島和弘さんが明治神宮で結婚式を挙げました。真矢さんは白むく姿、西島さんは黒の紋付き袴というオーソドックスな婚礼衣装で、集まった300人のファンや報道陣に幸せいっぱいの笑顔を振りまいていました。去年の7月に婚約、12月に婚姻届を提出した2人ですが、この日が初めてのツーショットだったんですね。そういえばそうですね。はい。今年の1月、結婚式について聞かれた真矢さんはこんなことを言っていました。やっぱり桜が綺麗な季節とか、そういう季節を選びたいかなと思っています。真矢さんの願った通り、この日明治神宮の桜はちょうど満開を迎えていました。本当におめでとうございます。おめでとうございます。